I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. わかりした。死顔を襲ったその化け物については、こっちで調べましょう。あいつの正体に心当たりはあるが、デジモンではなかったようだな。わっちらにも見当がつきんせん。同じような報告は他のハッカーからも聞いてる。今、情報を集めているところです。なあ。シガは放っておいていいのかよ。アカウントのエラーを装って逃げてるだけかもしれないぜ。あんな小物、これ以上追いかけたところで無駄どす。どういうことだ？シガのようなフリーのハッカーを使ってアカウントを集めている。元締めがおる。そいつを戦う限りアカウント狩りは止まらしまへん。次の依頼はその元締めを追うことか。話が早うでよろしおすな。やり方は問わへん。ただし、手加減したら飽きまへんえ。ザクソンを怒らせたらどうなるか、たっぷりと思い知らせておきます。おお、おっかね。おいおい、ずいぶんなメンツが揃ってるな。お前。おや、誰かと思うたら、もっと伝説のハッカーチーム。あんたはザクソンのナンバー2、フェイだ。噂は聞いてるぜ。いろいろな。いや、久しぶりだな。よく俺たちの前に顔が出せた。サナダ。よせよ、リュウジ。今さら詫びでも入れに来たのか。またそれかよ。もうよしてくれ。終わったことだろ。なんだと？よせって。ヘイだっているんだ。場所考えろ。続けて構いまへんえ。そういえば、アンさんら。二人も、もっと重度でしたな。解散したとはいえ、もっと仲間同士、弾む話もありましたろ。邪魔者は退散しますさかい。
どうぞ、こんな例の件、よろしゅう。これから忙しくなります。ザクソンか。お前ら、すっかりあいつらの仲間になっちまったんだな。なあ、エデンのハッカーはどうしちまったんだ。最近の奴らはおかしいぜ。暴走する奴が後を絶たない。ザクソンは秩序を保っているなんて言うが、俺の目にはそうは見えない。俺たちの時はこうじゃなかった。俺たちはもっと自由だったはずだろう、リュウジ。黙れ。知ったような口を聞くな。お前には関係ない。逃げ出したお前にはな。リュウジ。逃げ出したか。ま、その通りだよな。待てって、リュウジ。あんな言い方ないだろ。あいつだって、いろいろあったんだからさ。悪い。ま、仕方ねえけど。お嬢の前ではそんな顔すんなよな。あと、あいつな、新人。今の俺たちは、フーディーなんだからさ。まあ、そうだな。少し、頭を冷やしてから戻る。おっ、じゃ、先に店戻ってるわ。俺だ。ああ、わかった。詳細を送ってくれ。俺たちはもっと自由だったはずだろう。言ってくれるぜ。綺麗事を。なあ、あそこの部屋ってなんで建て…お前知らないのか？あそこはな、立ち入ろうとする者の周りに不幸が起こる開かずのキックルームとして有名なんだ。俺の知り合いの友達のいとこの担任が請け負っているクラスメートのあそこに入ろうとして様々な不幸に見舞われたらしい。端末すべてクラッシュしたとか、恥ずかしい写真が流出したとか、自動ドアに挟まれたとか、犬に噛まれて黒猫が横切ったとか。そういえば、さっきあの部屋の前を通った時、妙な悲鳴が聞こえたんだよな。俺も呪われちまったのかな。お祓い行けよ、付き合うぜ。ワイヤーフレーム、テキストみたいなものが貼ってあるのは私たちのアバターと同じね。うん、ワイヤーフレームは人間のアバターの際より精密なもの。人聞きが悪い。
どこもバラバラにしてないでしょ。できるなら、むしろやってみたいけど。あんたは、私のデジモンになったんだから、解析されたり、調整されるのが当たり前なの。でもでも、体の中見られるなんて恥ずかしいでしょ。データがムズムズって、意味がわからないんだけど。何？何か用？この部屋に妙な噂が立ってる。ああ、赤字のビッグルームね。たまに面白犯人が入ってこようとする男がいる。そいつらに何度かハッキングでお仕置きしたら、そういうオカルトな噂が立ってって。全くこの部屋から出ないわけじゃないし、お兄ちゃんの血と育ってよく出入りするのよ。よく見ていればわかることなのに、本当に迷惑。ねえエリカ、オカルトって何ですか？ネットの検索方法を教えてあげるから、自分で調べて。私のデジモンだもん。おバカなものじゃん。ねえ、それより聞いて。デジモンって、ただのコンピュータープログラムだと思ってたけど、違うみたいに、この子たちは、外部データを読み取って、学習する機能があるみたい。人間が手を加えなくても、自主的に周囲のデータを取り込んで成長する。仮に消滅しても、自身の複製を作り出す任意の構造物、レプリケーター、有機生命体と同じなんだよ。デジタルワールドのプログラムって、みんなそうなのかな？ねえ、ガムは、デジタルいいですけど、そしたら、解剖しないで。解析、ね。考えてみる。やったでしょ！あのデジね、デジタルずいぶん頼もしい仲間ができたようだ。その通り、シガは君が追うハッカーではなかったようだね。私も残念。なぜ知っているか不思議かい。私はクーアンの世辞には詳しくてな。それにフーディエはハッカーの間ではそれなりに有名だ。何しろあのザクソンの懐刀だ。君のために忠告しよう。彼らも所詮彼らもハッカーだ。裏で何をしているか私のことも話さない方が賢明だ。君が何を言われたかは知らないが、彼らの甘い言葉に騙されないことだ。私が誰か。君の味方だよ、唯一の。ね。次のターゲットの情報を送ろう。ターゲットの名は、カヤバトール。アカウント狩りで闇に流れた個人情報を悪用して、企業や個人から金を騙し取っている。奴の元にはあらゆるアカウントが集まる。追ってみるといい。
さあ、行こう。なんとかなったね。さあ、行こう。僕たち、かなわない。さあ、行こう。僕たち、かなわない。僕たち、かなわない。さあ、行こう。ダメだ、一旦行こう。開始だ。ダメだ、一旦行こう。ハック、開始だ。僕たち、かなわない。
さあ、行こう。始めようか。
Thank you.
さあ、行こう。さあ、行こう。みんなのおかげだよ。
タンク開始だ。なんとかなったね。